明教大教会は、天理教の大教会の一つであり、愛知県名古屋市畜作に存在する。玄会長は四代目の諸井清太だ。明教大教会神殿の写真名京大教会の設立自体は、大正時代ではあるが、そのルーツは、東東海国産名軍、広岡村下抜き名に生まれた、諸井国三郎が1889年4月25日に、 三名分教会として設立した教会にある。三名分教会は1909年2月2日に三名体教会と解消し、その勢力を順調に拡大していった。しかし、対象年間に教会継承者が二人となる事態を生じ、その解決を図るために三名体教会を分割することとなった。1923年11月23日、 天理教本部より名教大教会設立の認可が下り、名古屋市東区田代町技西畑53番地に敷地13,200平方メートルの大教会として発足した。信仰の中心となる神殿は、1933年に至ってようやく着工にこぎつけ、翌年春工を迎えた。1952年6月、付属施設として、 明景保育園を開園している。しかし、1985年には教会を離れ、創立者の長男にあたる横尾義彦による経営に変わっている。また、同時に、名称も春岡保育園を呼び張る、岡屋館保育園と改められた。2017年1月現在、国内外の直轄分教会33カ所と、その部内分教会69カ所の、 計102の部内協会が存在する。大協会のある名古屋市だけではなく、北は北海道、南は鹿児島県と日本全国に広く分布している。また、分離した協会に、愛知、ますます、津、小牧、仙台、甲府、静岡、白波稲大協会があり、さらに、愛知大協会から幅下大協会が分離している。ありがとうございます。